はい、あの委員の先生、この後もご予定もありますので延長はできません。説明責任があるから一方的に通告しないでください。すみません、予定がございますので、本日延長はできません。説明責任を果たすということを、ちゃんと果たしてください。星先生、これでいいんですか？あのですね、ちょっとよろしいでしょうか。あの、これも吊るし上げられる立場ではないと思うんですけど、あの、始めましょう。そして時間が限られています。で、あの延長運動って話と、あのこの後の予定、私もそうなんですが、新幹線に乗る予定があります。でこれ伸ばしたのは私の責任ですから、あの一時的に私を一緒にしてください、そういう意味で。なので、あのもうそういうことでこうやり取りをする時間もったいないので、始めませんか。残れる先生は残っていたんですか。そうしましょう。あの、はい、そうしましょうというか、私はいなくなります。ですから、あの、時間を無駄にしないようにお願いします。じゃあ、私から一言申し上げます。非常にこういう環境で、脱を受けるのは非常にあまり、喜ばしいことではないと私自身は思っていますが、先ほど申し上げた通り責任を感じています。そして県もこういう体制に変えたということは大いにギアチェンジをするべきだということを県も県医大もそして我々医療界もそして 県内の皆さん方もそう思ったからだというふうに思っています。したがいまして私はこの健康県民健康管理調査があの少しでも改善されて皆さんの役に立ってそして安心して海に育ってそしてここで生活できるような環境に結びつくことを願っていますし、そのためにここの、まあ、いわば家中の栗を拾ったということですので、ぜひともご理解いただきたいと思います。それではご質問をいただきたいと思います。瀬谷さん、はい、すいません、福島テレビの瀬谷と申しますが、あの今回、改めてですね、23年度、24年度分の甲状腺検査の、二次検査の結果が改めて、出てきたわけですけれども、悪性内視、悪性疑い28例で、1例は良性だったということなんですが、これはあのこの結果をどのように評価されますかというのを改めてお伺いしたいんですが。誰に聞けばいいですか。これは、鈴木先生の評価という意味ですね。まあ、鈴木先生というかこの検討委員会としてどのように見ていただきますか。それは私が言うんですよね。検討委員の中でどうぞ。はい、どうぞ。あの私今日初めて出たんで、あの本当にあの自分なりの印象なんですけど、あの細胞診で甲状腺の悪性腫瘍というのを決めます。良性悪性の鑑別は実在はですね、乳頭がんというのはほとんどあの細胞診で特徴的なあの顔つきが出るので当たります。ただ子供さんあるいは若い方の甲状腺がんというのは乳頭がんというのはあの高齢者あるいは中年の大人のがんと違って触った感じが非常に柔らかい。であの医学的所見といいますか触診とかそういうのでですね、悪性の印象が ないことが比較的あります。そういうのに遭遇することが、それからそれが一つ、もう一つは細胞診はあくまでも暫定診断です。で 100% 当たるわけではありません。乳頭がんも精神率 97% です。これは術前の診断としては極めていい。で手術してみたら良性だったということを何回も私たちはたくさんの症例があると経験しています。で今回の1例が良性だったというのはその中の1例、そういう今までの経過の1例だったと思っていただければいいかなと思います。あの術前に細胞を調べて 100% 当たるわけではない。これは暫定診断で、確定診断は切除をした標本をあの病理標本を作りまして、病理が見てそれで診断する。これが最終診断です。そこに至るまでにやっぱりあの何でも 100% ってことはありえないわけで、この乳頭がんの診断率も精神率も 100% ではない、その中の一環であるという結果というふうに私は思っております。よろしく、あの今のお話でいいですか。ですね、まあ、一次検査が17万人で二次検査終了が380数人だったと思うんですけれども、それに対してこの27人、28人という数字はどのようにこう見ていられますかということをお伺いできればと思います。ということですね。私答えてよろしいんでしょうか。
あのコメントはですね、あの、中で鈴木教授が話をされたように、まあ、今回の調査の仕方、つまり疾患調査というのはこれまでやったことがないというのが一つ、それから、がんに結びついているのが、まあ、比較的年齢の高い人たち、9歳以上だったということがあって、これが放射線の影響かどうかというのを、まあ、にわかに判断できないにしても、明らかな影響があるというふうに我々は考えていません、少なくとも私はそう思っていません。ただし、先ほどその会議の中でもありましたけれども、小児、特に小さな子どもたちへの影響については、まあ、感染性が高いんじゃないか、その人たちが出るのに数十年時間かかるんじゃないかという話がありましたら、これは継続的にしていく中で、明らかになってくることだと思いますので、軽々に、全く影響がないとか、あるいはこれは影響だということは、言うべきではないと思いますが、現時点では、放射線の影響を明らかに示すものはないだろうというふうに私は理解していますし、そういう、報告だったと私は受け取っています。はい、どうぞ。どうぞ。他にご質問ございますか。関連してですけどね、すみません、この今の質問に関連してですね、初年度の2011年度と12年度が、まあ、一時検査で方針団が大体違うんですけど、11年度は4万人が大体対象で、甲状腺がんの診断確定が7人、疑いが4人になりますね。それから12年度は逆に13万4千人という非常に方針団が増えて、その中で確定が5人と疑いが11人ですか。ところが数として同じように出てますけど、初年度とそれから2023年度、24年度の対象地域の違いとか、その辺も踏まえた上でのコメントなり、先生方のご所見を伺えればと思うんですけど、どうせできれば鈴木先生の専門家になってこられたら、鈴木先生の分析をお願いできれば、何らかの情報とかそういうものを見られるのかというか。はい、福島医大の鈴木でございます。まず、今のご指摘、山田さんのご指摘ですけど、募集団が違うので、単純にこの出た数を比較することはできない、ましてやこれは途中経過ですので、何度も申しますけど、すべて終わってから、ま、全部まとめてお話しするのと違う、ただ、我々も皆さんが途中経過をぜひ知りたいということがあるので、出せる範囲で出しているということですので、これを経験に2つを比較するということはできないということは当然です。あとは地域性のことということも、皆さんにお考えいただけるように今回は出せる範囲で出したということで、そこに関して我々の方から明らかに今日 の検討委員会の方でも出ていまして、明らかに、そういう皆さんが心配しているような放射線の影響を伺わせるような所見というのは今のところ捉えられていないし、今すぐ捉えるものでないことはいっぱいありますけど、現時点で明らかに捉えられるものは出ていないということはお伝えすることはないと思います。あとはあくまでも症例が増えて検討することは重要だと思います。他にご質問ありますか。所属とお名前をお願いしたいと思います。どうぞ。すみません、読売新聞の小宮です。先生ちょっと伺いたいんですけれども、今回、23年の24年ので手術したのは、13例で、そのうち、陽性1例を除くと、がんと確定したのが12例という認識をしているんですけれども、この実際に、いわゆるその甲状腺がんというのは、予防もよくて治癒率も高いということなんですけれども、この、手術した方の現在はもう通常生活に戻られているのか、それとまだリハビリとかされているのか。基本的に全て日常生活に戻っています。後遺症というか、なんかそのありません、ね。大体詳しいことは個人情報なんですけど、極めて早く日常生活に戻っています。ありがとうございます。どうぞ。フリーランスの木と申しますけれども、先ほど の全体 の数なんですけれども、これ鈴木先生にお伺いしたいんですが、要するに今回のこの全部で27例は、通常の状況に比べて小児甲状腺がんの多発と言えるのかどうか、その辺を明確にお願いできますか。はい、ありがとうございます。僕ポテントしますか。まず、小児甲状腺がんの疫学的なというか頻度というのは、今まで通常先ほど本会議でも話し合ったように、所見があって、例えば触って分かるとかですね、他のレントゲンで撮って転移があって分かるとか、
かなり進んでから見つかったものが通常の小児用甲状腺だということですけど、このようなあの大規模な、しかも受診率も普通の検診でも受診率こんな高くないわけですけど、これ高い受診率で大規模に、しかも今の最新の超音波機器を使って専門医がやっているという中での発見率ですので、いろんなまだ比較する元データはございませんけど、想定範囲内の数なのかなということしか分かりません。これを、比較する科学的なデータはございません。ただ論理上成人の超音波検診から発見される率から考えますと、こういうことはあの甲状腺乳頭がんに関してはよく見つかっています。成人ではなくて、これは小児甲状腺がんだからそこを比較するものはないということ、はい、ただ要するにですね、自分 の学者の先生から有病率を7年10年というふうに加えても統計学的には明らかにこれは多発ではないかという指摘もありますけれども、そういう計算式を出された上でそういうご説明をされているんでしょうかね。統計的な行為を考察をされた上で、今回のは多発ではないという、そういう解釈をされているということでしょうか。でもしそうであればその根拠になる数字をお示しいただきたいんですけど。いやだから根拠になる数字というのはまだそういうものがないから、この検診をまさにお答えを返すようですけど、そういう議論をいつまでもしなくていいように、まずきちっとこういうふうに福島 の子どもたちの検診をして、今ある甲状腺の状態を把握するということだと思うんですけど、そこを今までないものと比較しろと言われてもできないと思います。ですから私は一番近いものとして成人例 の経験を申し上げたので、実際年齢分布を見ても極めて非常に成人に近い分布の人たちですので、そういうことでお話を申し上げました。わかります。大岩さん。和製新聞社の大岩です。鈴木先生にお伺いしたいんですけれども、この甲状腺がんが見つかった方と、あと疑いの方で、平成23年度と24年度に分けて平均年齢とか、あと腫瘍 の直径があるんですけど、これ全部の平均年齢と全部 の経緯を教えていただきたいのが1点と、あと9ページにですね、市町村別 の、まあ胃判定の方の比率など二次検査が必要な方の比率が書いてあるんですけども、で、まあ、多少数値にばらつきがあるんですが、これはこの数値の差というのは何かこう統計学的に有意な差というのはあるんでしょうか。お願いします。はい、鈴木です。まず両方合わせた頻度というのは特に全体で、頻度やサイズを出すには、まだ24年度というのは非常に母集団が偏っている経過途中ですので、合わせてというのは答えなかっただけで、年齢も ほとんどですが、分布も変わらない、平均もほぼ同じだと思います。全体として見ていただければ、グラフの中が全部この年齢全員28に入っていますので、そこでご判断いただきたいと思いますが、決して何か操作をして隠すような値が出たわけではないです。単純な問題で、もし計算すれば出せるものですけど、特にあまり意味がないということで出します。あ と、もう一つの数値の違いという市町村間の数字ですけど、あくまでもこれは、市町村間で分けた場合のデータですけど、例えばこれが市町村別にも明らかに線量が違うとか地域性が違うとか、そういうわけでもございません。あと募集団の人数も非常に違ってて、これは今後我々が調整するんですけど、年齢別の人口の割合によって、これを調整しなければいけません。そういう統計学的な計算をどの時期にやるかという問題はございますけど、今のところはざっと見たところ、そういう数の差とか、そういうことを募集団の差とか年齢分布の差というものが反映されている範囲内のものであるという範囲です。ただ最終的には前例が揃って得たところには、今のようなきっちりした統計計算をすべきだと思います。進まっております。あと1、2問に入ったというか、それではさっきからずっと毎日新聞の日野です。今回は議運が大幅に入れ替わって非常に透明性も高まったのかなというデータなんかも含めてですね、印象を受けるんですが、ちょっとそれでもちょっとお伺いしたいのはですね、今回委員入れ替わったのは透明性や客観性の確保ということが狙いだということで先ほどもおっしゃられてたんですが、これ県の事務局にお伺いしたいんですが、最初の10月の
昨年10月のですね、秘密会の問題発覚したときにですね、弁護士会と報道機関に対して委員の就任を行うと、委員の就任の要請を行うと、で弁護士会の方が断られましたよね。抜本的な改善が必要であると、あと秘密会問題の第三者検証が必要と。で今回弁護士会の方では、委員の就任の要請はなかったということをおっしゃっているんですが、これそれが事実だとするとなぜ行わなかったのかというのが1点。それから、これ別に個人攻撃するつもりはないんですが、山下さんはじめ、県知事代の方々4人が検討委員から退かれて、一方でしかし、馬場次長も、まあ、佐々さんも小谷さんもそうですけど、事務局の方々は、以前と変わりがなく、まあ、しかも秘密会をずっとこう調整されてきた方々がそのままやってらっしゃるというのは、職員としてどう責任を感じておられるのかと、それはちょっと一言お伺いしたいなと思うんです。職責であるというのであれば、誰がそういうことを指示してやったのかというのを改めて今一度ちょっと明らかにしていただけないですか。じゃないとちょっと納得はできないような気がします。委員会の、記者会見なのであれなんですが、県で答えるというのはどうぞ。私は残れますので、他の質問があればそれは後でもいいですか。いやいや、今明らかなこの公開の場で言ってほしい。この場でも言いますけど、先生方いなくなっちゃうんですけど、他の質問で先生方いらっしゃる人がということがあるか。あ、そうですか。で、後で公開の場でちゃんと話します。それではどうぞ。東洋経済の岡田です。鈴木先生に教えていただきたいんですが、よく超音波機器の進歩ということを理由にかなり多く見つかるようになったとおっしゃる一方で、チェルノブイリとの比較をよくおっしゃると、要するに見つかったのが、4、5年くらいから先は多くなったと。今も多分同じようなお考えかと思うんですが、チェルノブイリだとそもそも初年度とか2年っていうのは多分こういう検査もやってなかったでしょうし、あまりそういうのを比較する した上で要するに今回の件について、事故の影響とは考えにくいっていうことをずっとおっしゃってこられたんですが、改めて今回のこれが出てですね、やはりそういう考え方に立ってのご見解なのか、それとも被爆線量がわからない、以上を事故との影響は考えにくいとも言えなくなってきたのかですね、ちょっと最新のご認識を教えていただきたいです。はい、まずですね、今潜伏期間の話だけをされているんですけど、まず今回の、この甲状腺がんの発症とですね、この放射線の影響を考える場合に個人の被曝の線量の推計が一番ですね、あとは潜伏期間の問題、そして、その被曝時の年齢のこと、あと手術時の標本ですね、手術時というか、手術したその症例のですね、いろいろな病理組織学的な、または臨床的な所見というのが全て総合的に参考になります。これを合わせた上 で今のところこの4つの所見を全てどれを合わせても当てはまらないんじゃないかということで、考えて、私自身が線量を測っているわけではありませんけど、今日も何度か出たと思いますけど、被爆線量の推計というのはいろんなとか、先月末にもアンスケアの報告もありましたように、そういうふうに福島での被爆線量の推計はどうもそう高くないらしいというのも一つ考えられるというような話とか、あと潜伏期間のことは今言ったように超音波機器の問題、検査の問題、いろんなことはありますが、一般的に今まで我々甲状腺の専門家としては甲状腺がん発症の潜伏期間最短というのはチェルノブイの4年というのは通称学術的にはきっちりそういう中で常識になっています。で他の外部被曝線量での発症というのは大体5年最短5年、十数年という報告もありますけど、そういう中のでのものとの比較です。ですからそこの、細かい検討は分かりませんけど、あとは今日お示しました被曝時の年齢、あと手術所見というのをチェルノブイリは非常に特殊なタイプの受所見等や報告が病理所見があるんですけど、そういうものは今のところ全然経験しておりません。でそういうことから含めて、そういうコメントを申し上げている次第で、
それに対しては何度も申しますけど、今は途中経過ですので、この経過を積み重ねてきちっとした報告はいずれされると思いますけど、途中経過で我々が今まで知り得ている今までの医学的知識とこのデータを噛み合わせて、こういう結論を出しているコメントです。そういうことですね。天皇陛下と福島の原発のは今後ですね、同じ土俵で比較はできないと思います。一つは規模が違う、もう一つは用土環境も全然違うんです。ですから、チェルノブイリの術後、事故後に起こったことが同じことが、福島で起こるかどうか、これはまた別の問題だと思います。新聞です、吉岡です。よろしくお願いします。藤森先生にお伺いしたいのですが、妊産科の調査のところで早産率や異常の発見率、心臓危険の発生率などが、全国平均と比べて変わらないということですが、福島自体の事故以前と比較してどういうふうに変化はあったのかなかったのかお伺いしたいですか。はい、福島県内で調べることはちょっとで統計取ったりはしてないので、ただですね、一般的に用いられるこの先天奇形率というのは、日本産婦人科医会の方で、ずっと調べておりまして、福島県内だと、福島県立医科大学ずっ と一施設だけ登録されてはいたんですけど、大学病院というのはやはりそういう先天奇形に関しては偏っておりますので、それと単純に比較することはできないと思います。私が比較してというふうに挙げたのは、日本産婦人科医会の方で全国調査で調べているもののデータと理解していただければと思います。わかりました。では平成23年度以降初めて福島県全体での調査を始めたということなんですか。あ、全体としてはそうですね。23年度以降の調査、そうです。わかりました。今後ももちろん報告してまいります。わかりました。ありがとうございます。鈴木先生にお伺いしたいのですが、今回、甲状腺の結果が、地域との相関が出ましたが、これ年齢は平成23年3月11日ということで、この住所自体の3月11日の住所なんでしょうか。はい、ありがとうございます。地域との相関ということは出しておりません。地域別に結果を出しただけです。相関があるとかないとかというコメントはしてないと思います。分かりました。この地域というのはその通りで、3月11日時点というで、居住していた地域というところの分類でございます。分かりました。では、かなりその避難されている方々がおられますので、基本調査との占領評価区分との、区別には公表はされないでしょうか。症例が少ないので、そこまでの区別はしません。まずは23年度は避難指定地域が結構入ってらっしゃると思うんですけど、ここで一言だけ申し上げないのは、外部被曝線量、基本線量の計測をしている方に関しては、いわゆる90数パーセント今日の基本調査で言った90数パーセントという2ミリシーベルト未満の中に全員入っていますし、ほとんどが1ミリシーベルト未満ということで、高い人は高いか高くないか分かりますけど、そういう値ですので、はい、分かりました。ありがとうございます。確認ですが、その 90% というのは回答が返ってきた2割の 90% でいいんですよね。基本調査の回答が返ってきた、もちろん回答が変わってないと結果は分からないと。そうですよね。計算すると全体の 18% ぐらいということですよね。分かりました。違うと思います。それはよく今の言ってますけど、避難地域はもう少し高いですね、回答率は高いので、はい、今よくお調べになってからお答えいただきます。分かりました。すいません、あと1点だけ、健康検診の、血液検査の件ですが、これは前回で白血球数とリンパ球数と甲状球数の 30% ほどの低減が見られましたが、これは何らかの、甲状腺で今日発表されたような地域別の結果、もしくは基本調査の線量別の結果などは出されないでしょうか。前回のまとめでは性別と年齢別だけの評価しかついておりませんでしたので、はい、性別と年齢別で提言は変化は、ばらつきはなかったということで、地域別と線量別についての評価はついておりませんでした。はい、
健康審査部門の大平です。その件、あの件に関してはまだ検討しておりませんが、地域別に関しては今後、そのデータを出していきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。それでは最後の質問をさせていただきます。まずはとりあえず最後の質問ということで、あの3人目の方。共同通信の篠原と申します。あの時間前の短く3点とか端的に答えていただければと思います。基本的には、まあ、2点は先今までの確認なんですけども、あの清水和夫先生もしくは鈴木先生どちらかに伺いたいんですけども、今回12例、確定された12例、全部乳頭がんですが、まあ、乳頭がんの基本知識、これ、予防がいい。一般的に他のがんの時に予防、もしくは生存率が高いがんということでいいのかが1点。で、2点目はですね、この鈴木先生に伺いたいんですけども、これ今まであの、まあ、山下前座長も言ってたんですけど、これ今回この12例、もしくは今後確定される現時点は、これスクリーニング、いわば放射線影響関係ない、この事故前のがんが顕在化している、そういうことで今回も言っていいです。3点目、これも最後鈴木先生に伺いたいんですが、あの質疑の中で伊佐川議員からの質問がありましたが、チェルノブイリからあの最短で4年ということをおっしゃっていましたが、事故でこれで3年目、今回3年目になります。で今後あの、まあ時期に4年経つわけですけども、この今後の判断について、これどのようにこの残り1年、足1年半やっていって、今後の判断どこでどういうタイミングで、どういう判断をされるのか、この辺ちょっと伺います。お願いします。1例目を、1例目を、1つ目 の質問をお答えします。乳頭がん、これは非常に重いです。あの遠隔転移といいまして、ずっと多臓器に転移することあんまりないなんで、頸部のリンパ節に転移するため、それじっとしててゆっくり発育します。ですから患者の発育で遠隔転移が起こらないということで手術すれば治る確率が極めて高いということなんです。生存率が高い、生存率高いです。10年生存率 90% 以上です。あと今のことですけど、12例も全て臨床的には非常に早い時期のものであります。で進行がんではありません。あと2番目のスクリーニングではないかということですけど、まさにあの通常ならこの年齢分布を見ても分かるように、これこのくらいのものを誰も臨床的には気づいてない、家族も本人も全然分からない、我々があの教えて初めて分かったようなものなんですが、これがいわゆる我々が20歳以上で、治療をしている時は結構進んでからいっぱい見つかることが進んでからというのは予防はいい腫瘍なんですけど、いっぱい腫瘍ができて、でそういう人のを早く見つけてるんではないかっていうことは十分に想定ができます。で、あと3つ目、あの非常にあの重要な質問だったと思います。ありがとうございます。僕らもこれがあの重要ですので、ましてやですからあのチェノビで最短4年だった。で、清水先生チェノビと一緒に考えなくていいって言ったくらい今線量が低いかもしれない。で、最短で4年ですから、もっと長い先にいろんな変化が絶対何も起こらないということはもありますけど、そういうことを比較しなきゃいけないと、ずいぶん先まで見なきゃいけない。その中で、通常の甲状腺がんは発症するでしょう。でそこでどうやって区別するかというのを見るのに、一番最初の質問のように小児の甲状腺がんはどのくらいあるのかということを含めて、我々はこの今の甲状腺の状態を粛々とやってあの調べて、あのこの頻度を出しながら比較していく。でその間にあの今の、データベースが確立しますので、あの基本線量、あと内部被曝等 のホールボディ、いろんな情報が入ります。でそれをあの突合させるということも十分必要になります。でそういうことを全て含めてこれからやっていく、まさにその途中経過を皆さんにご報告してもらって、我々はこれで全てを語っているわけではありません。ただ途中経過で言えることはそういうことだということで、これから多数の課題と我々に責任があると思います。我々はあのこの福島にとどまりながらあのこの検査をさせていただいてますけど、ぜひこれを多くの方に やらせていただいて、でぜひこのしっかりとした結果を長きにわたって出していくということが重要だと考えています。ありがとうございました。委員の先生方あのご予定それぞれあるというふうに聞いております。まずは一旦ここで切らせていただきまして、この検討委員会後の記者会見です。申し訳ございません。もし先生、あの検討委員会の中でですね、先ほどあの、検査技師への講習も行って、あの地域のスクリーニング体制が整ってきたということを評価されましたけれども、
甲状腺検査を受けた親たちの不満で私どもが取材してますと、医師ではなく技師だからその診断とか医学的質問に答えられず、現場でこう一切質問や評価の回答は得られないので、まあ、会話もないこととか、そういうご不満も多くて、あのセカンドオピニオンを求めに行かれたり、県外で再検査を受けたりされるんですが、先生の、まあ、座長としてもお考えでも結構ですし、医師でなく医師によるこの検査体制の拡充ということでいいのかと。まあ、そこに医師不足や資金不足は十分理解してますので、そうなるとやはり先ほどおっしゃったように国の責任で県外でもやるべきじゃないかという意見も出てきます。その点をちょっとお伺いできればと思います。よろしくお願いします。それでは合ってますか。私は、技師だからうんぬんという話について言えば、まあ、お母さんとかの感情的感覚的な問題としてですね、まあ、そういうご不満があるのは あるんだろうなと今聞いたらそうだろうなと思いますし、まあ、そういうことって一般の年のありうるんだと思います。医師不足とかなんとかっていうことの前にですね、私はできるだけ精度の高い検診をどうやったらできるかということを前提に考えてきました。その中で十分にトレーニングをした技師さんたちには医師と同程度の検査はできるという、ただし疾患に対する説明や疾患の今の状況について説明することが、まあ、職種上できないというような縛りがあることは事実ですので、まあ、体制の問題だろうと思いますけども、技師さんだけで言って誰も何も答えられないというようなことがないような、そういう体制を作っていけば私はそういう意味では問題はないと思います。ただしそういう意見があることは考えてこれからも対応はしていきたいと思います。それではここで一旦区切らさせていただきたいと思います。ご予定のある先生方退席いただいて、ありがとうございました。はい、本当に今もご指摘ありましたが、不手際申し訳ございません。残っているのは清水和夫先生と清水修士先生と私どもということでございます。基本的に予定がないのは私ですので、まずは清水和夫先生、清水修士先生でというところが ありましたらお願いいたします。朝日新聞の本田です。何度も申し訳ありません。清水先生に関連するところで、清水先生のご発言に、清水修司先生でごめんなさい、修司先生が100ミリシーベルト以下では健康影響が確認されていないというそのペーパーに載っている文言についてですね、これでは県民が納得できないんではないか、こういう書き方は妥当かという指摘に対しては、あれは安村さんでしたっけ、お答えになったのが、検討してしっかりとした書き方に変えていく必要があるというふうに答えられたと思うんですが、笹さんの方が事務局として答えられればいいですし、清水先生にちょっと違うコメントがあれば、もう確認の意味でもお伺いしたいんですが、その意味は委員会でもおっしゃいましたけど、100ミリシーベルト以下は安全だということではない、それから100ミリシーベルト以下ではがんが起こらないというわけではないと、こういうそのいわゆる LNT 仮説を前提とした適切な注釈をつけることを検討すると、誤解を与えないような表現にすると、次のペーパーで出るペーパーでは、検討委員会から出るペーパーではそういう何らかの修正が近々行われると理解してよろしいでしょうか。私の、はい、ですね、その学会の、ね、専門医学会の
多数意見といいますか、常識といいますか、そういうものと一般県民の認識というものにかなり大きな距離があるのではないかというふうに思いますね。ですから先ほど私が言ったのは、100ミリシーベルトという数字をね、要するに危険か安全かという判断の根拠にしてしまうのでは、これは説得力を持たないだろうということなんです。で、一応 NNT 仮説に従っている規定というのをしているわけですから、管理上の問題かもしれませんけれども、100ミリシーベルトと比べても相当低いというね、いうような言い方、あるいはチェルノブイリの被爆量と比べても、相当に低いとか、そういうような側面の指摘もきちんとしないとね、100ミリでこれより下だからというだけでは、ちょっと今その君が納得できない状況ではない。これ医学の専門家の間ではね、もしかしたらそうかもしれないけれども、少なくとも県民の中では常識にはなっていない、コンセンサスはありませんよ。そこに配慮した丁寧な書き方をしないと、100ミリということ自体がいわばその何ていうか争点になってしまってね、それで空中戦みたいになってしまうんじゃないかということを私は懸念したわけです。そこは分かっておりまして、はい、私が確認したかったことはですね、統計学上、疫学上有意な差はないということとか、それからそのがんの発生が他の要因と違いが分からなくなることとか、そういうことによってその優位性のなさと、それから敷地がないということが一般県民でおっしゃいましたけど、僕らも勉強ならこう混同してあることがあるわけですね。そういうことを区別するために、先ほどの委員会でも確か安村先生が100ミリ、この意味は100ミリシーベルト以下でもがんが起こらないということではないとか、それからその100ミリシーベルト以下は安全だということではないとはっきりおっしゃったんで、そういう注釈がつけば誤解する県民も少なくなると思うんですけど、そういう方向での注釈や書き方を変えるということは、清水先生、委員、副座長としてもその辺はお考え、そういう方向で検討されるのでしょうか、そういうことです。私が言っているのは、100ミリという数字をその判断の根拠にしたのでは説得力ありませんよということ、それ以上のことはちょっと申し上げてない。いや、だからその答えがありましたね、事務局から。それについて、それは今後の課題ということですね。まあ、それは。どういう表現になるんですか。そうですね、微妙なところありますから。先生としては、100ミリシーベルトでは健康影響は確認されていないという文言は、もうこういうペーパーに載せない方がいいと、あまり。これ多分、県民を安心させるために使われたんだと思うんですけどね。それは逆に不安だら、不安。これはあれですか、この文書としてはこの限りで終わりですよね。これを修正するとか、その意味で毎回そうですね、はい、この文書はこの文書です。ですから次回どういうふうに、どう趣旨を、ね、述べる場合にどういうふうにしたらいいかということはまた検討されたらいいんじゃないですか。はい、分かりました。2列目の、はい、すみません、一番生活の平野と言います、清水和夫先生にお聞きしたいんですけど、先ほどチェルノビリの例と、福島の例は比べても、あまり意味がないという意味がないというか、比べない方がいいということだったんですけど、とは言いましてもその、今回12人というこの数字が、一体これ多いのかどうなのかというのが一番、気になるところで、いろんな説明聞いてもちょっとなかなかよく分からないんですが、この間環境省が、青森、山梨、長崎で、調査4500人ぐらいやりましたけども、中でもその44人が、二次検査が必要だというふうになったんですね。で、その先、環境省2年ですね、その先どうするのかちょっと分かんないんですけども、この例えば44人のその後を追って、この中に例えば甲状腺がんの子が何人いるのかとか、そのことを調べた上での比較っていうのは、どうなんでしょうか。母数がちょっとあまりにも違いすぎるのは気になるところなんですけど、はい、私は個人的な意見を申し上げれば、そちらの方も40人でしたっけ、そちらの方もしっかりと調べて、それで再更新までやって、それでがんがいるのかいないかということは、調べるべきだと思うんですよね。それから今回のこちらの検査の結果でがんが出たの数はですね、先ほど鈴木先生おっしゃってましたけども、子どものですね、小児の15歳以下の18歳以下小児の、
大規模な検査ってやってないんですよ。ですから見つければあると思うんです。だからこれが先ほど言ったように今回の福島の影響かどうかっていうのはわからないって言ったら申し訳ないのかなって言った方がいいと思いますね。それはちょっとお話しすると同じ土俵で企画できないんです、確か6倍から10倍ぐらい中国のは規模が大きいんですよ。で最近 の、 朝日新聞の一面出てましたけど31倍っていうようなデータも出てますよね。でいずれにしても大きな差がある。それと用土環境の差っていうのは非常に大きくてですね、甲状腺というのは用土を元にホルモンを作りますね。ですから食べたもの、吸ったものの 50% 以上は甲状腺に含まれるわけで、それが用土環境が環境に用土が少ないと甲状腺は用土を渇望してるわけですよ。そこへドーンと来るのとですね、から、日本みたいにわかめ昆布をたくさん食べて甲状腺が用土と満たされて満腹感があるところにまた用土が飛んできた場合と、これはもう摂取率って全然違うと思うんですね。ですから入ったなぜ放射線から用土ができたら失礼がんができるかって DNA が壊す DNA が壊されるわけなので、そこから突然変異が起こると。でそれにその DNA が壊されるのは放射線の量によって違うんです。大きければ高ければ、ドーズが高ければ高いほど壊れる DNA の数が多いと。そうすると普通は修復します。修復して正常細胞に戻りますけども、高ければ高いほど壊される DNA が多くなるわけです。そうすると修復できずに反対にくっついちゃったり、あるいはアポトーシスって細胞が死んじゃったりですね、わずかに突然変異が起こってそこからがんができると、そういうわけなので量によって違う。ですから本当に現地きちっとこれは検証してですね、今回の問題を全世界に報告すべきだということですか。ごめんなさい、そうすると環境省44人のその後を追ってそこと比較するということは母数は違いますけど、そこも参考のデータになるということで、わかりました、はい。環境省の桐生さんに伺いたいんですが、その後、そちらの方たちを検査していくということはあるんでしょうか、それとも環境省の方はやらないんでしょうか。環境省の桐生ですけど、こちらからお伺いさせていただきます。先ほどの昨年度やって4500人ぐらいのお子さんのうちの B 判定が出た40数例のケース、これについて今後フォローするかしないかっていうのは関係者とのですね調整、今はですね相談させていただいているところです。するかしないかも含めてですね調整しているところでございます。するかしないかまだわからない、調整しているということなんですが、いつぐらいに決まるものなんでしょうか。いつぐらいかっていうのはですね、なるべく早くとは思っておりますけれども、まだやはり倫理的な面とかも含めてですね、検討しなきゃいけないところがあるので、少し時間はかかるかと思っております。その人数を増やして他の場所も測っていくということも、環境省の方は今関係とされていらっしゃるんでしょうか、4500人だけでなくて。人数を増やすことについては、今のところはですね、特に考えておりません。増やしてやった方がいいんではないかというですね、声があるのは承知しております。で、ただやはり一般の方にですね、検査をですね行うということのですね、デメリットとかも考えるとですね、その調査対象者になる方のですね、についてですね、やはりそのデメリットなどもよく考えていかないといけないというふうに思っております。県の皆様は環境省さんの今の答えを聞いてですね、どのようにお感じになられたか先生方教えていただきたいんですが。はい、環境省さんの方で、福島県内の 3県の有所県に調査をされた。で、実施にあたって、いろいろとご参加いただいたお子さんご本人、そして保護者の皆さんとの
事前のやり取り、途中で の, あのやり取り、いろいろあの途中経過があるというようなことをお伺いしますので、その中で適正に判断されていかれるものと理解しております。他にご質問、むしろの。年齢層が比較的ハイティーンな層が多かったことが分かりましたけれども、これに合わせてですね、今後ですね、その対象者等ですね、検査等の対象を拡大するというような、上に引き上げるというようなですね、考え等はお考えというか検討なんかはされていらっしゃるかどうか、ある一点ですね。でもう一点が、先ほどこれ農法の件についてお話しされてたと思うんですけども、これぐらい調査するとこれぐらいは出るであろうというようなコメントがあったんですけれども、これは何らかのエビデンス的なものがあってのこうものなのか、それともこう感覚的な現場の医師としての感覚なのか、合わせてその甲状腺がんのですね、これぐらいなら出るであろうという、もしそういうふうな専門家としてのこう見定めというか、そういったものがあってですね、今後また平成25年、今後ですね、また継続してやっていく中で、この人数という数をどういうふうに、思われているか、実数としてですね、どういうふうにご覧になっていらっしゃるかというのをちょっと率直にお願いします。はい、2番目の方からお答えしますけれども、私自身もエコーで検査をして驚いています。40% も 50% も小さい子に脳波ができている。これは福島県 の, データとよく似てまして、こちらのまで何もう何13万人ぐらいですか、やってちょうど17万ですぐらいやってらして、それでやっぱり同じようなデータに出るんで、その検査もびっくりされてましたけども、これは予想してませんでした。ですからそれはなぜかというと、今まで子供さんもこんなにたくさんやったことないから、やってみると意外、思ったより意外、驚くほど農法があったということが、事実であって、だからといってこれが不正ではないということですね。だから強線で、ちょっと話し合いしますけど、強線といって別のものもちょっと見えてるんですが、それも初めないんじゃないかと思ったのがびっくりした、初めて見るようなものであって、それもやってみて初めて分かったということなので、農法に関してはそういう意見ですね。失礼します。最初のやつなんだっけ。10代の、高い、ハイティーンの、はい、小児甲状腺がん、15歳以下の小児甲状腺が一般的なんですね、統計したデータを僕持ってるんですけども、15歳になればなるほど症状多くなります。ですからハイティーンの方が多いことはこれは通って間違いないと思いますね。で0歳、1歳、2歳が、少なくて、15歳に近づいていくに従って多くなっていく。ただ今回の、今回のチェルノブイリのデータでいうと、そうじゃなくて反対に、被爆時に0歳から3歳までが一番多いんですよ、がんになる確率が。から4歳、5歳、6歳とその次のがんがあって、それからあとフラットだということなので、ひょっとしたら小児甲状腺がんのこれデータで、発症は普通の小児甲状腺がんと違って年齢層が低くなったかもしれませんという予想です。先ほどの農法について伺いましたけども、率直にこの甲状腺がんの人数の数、2桁になってますけども、それについては先生はどんなふうにお考えですか。はい、それも先ほどお話ししましたけども、別に驚く数字じゃないと思う。一生懸命調べて性能のいい機械で腕の立つ検査医師が一生懸命調べて、たくさんの数を調べたわけですので、見つかって別にこの数はおかしくない。他にご質問ございますか。まだ質問されて一番端の方。東京新聞の林
林と申します。清水先生にお願いします。先ほど、チェルノブイリとの比較というのは、意味がないというお話じゃなくて、言いますけど、意味はあります。でも、比較して、同じ状況でなかなか比較した、しっかり土俵で比較したデータは難しいということです。だから確定的なことは、そこらは何も言えないというと。あまり言えないと。ないですね。そうすると、県民健康幹事長さんが甲状腺検査だけでは、やっただけでは、放射線との関わりというのは分からないと。どなたか質問でおっしゃってましたけれども、絶対必要なのは、同じジェネレーションで被爆してない子どもたちの大規模な検査をする、それで将来にわたってずっと見てってですね、それで、がんになる症例が違う、何パーセント違うかっていうのこれ調べてきたんですね。それで検証して、これを世界に報告する。世界中が注目していると。一応確認なんですけれども、この、甲状腺検査、子どもの甲状腺検査というのは、当然この被爆との関わりというのを当然調べるということは目的の一つに入っている。そうですね。そうすると今のまでは、全然その、今のままやっている状態だと、放射線との関わりというのは分からないと、今までなるわけです。ですから、被爆してない子どもたちのと比較してデータを出さなくちゃ何とも言えないと思うんですね。だから今後、それの質問にもありましたけれども、検討委員会とされて、あるいは検討されてですね、国にしっかりそのとおりやっていてくださいということを要請していくというような、そういう課題は。ただやってますよね、もう、例えば長崎とか、広島とか別のところでも、すでに指示が出て、大規模な被爆してない、同じジェネレーションのね。始めたというふうにちょっと聞いたことがある。ただ、あれだけではまだまだ、その、手数としては少ない。はい。もっと大規模にやるべきだというふうに、そういう要請していくような考えは。機会があればやりたいと思います。皆さんにもよろしくお願いします。他に、3列目の2人目の方。すいません、福島民横田と申します。清水先生、お願いいたします。今回のですね、がんという疑い、がんの症例が出た方々の発症率というのはどのように捉えればよろしいでしょうか。今回、資料の11ページ見ますと、下にですね、平成23年度の場合は多分、0.03 というふうに、そのいわゆる、意識検査が終わった人の中で、悪性の疑いという数になっているんですけど、単純にその検査の抗体数から、16なり15、12を割ればいいという形になるんでしょうか。やっぱりちょっとその辺に関しては、データもちょっとまだよく見てないんで、よくわからないんですけども、発症率ですか。発症率、はい、それは。ですね、発症率、つまり甲状腺のアビセシオンの中では、大きく5種類あるんですけども、その中の 90%、89%、90% 前後がいると思ってます。ですから、それは、人口10万人に対して、被爆とかする関係なくですね、何人かということから比較しなくちゃいけないと思うんですけども。そういうことですよね、ご質問の内容。すみません、ちょっと僕は今あ、わかりました、すみません。すみません、もうここのマイクだけにして、もうハウリングが来てます。先生、フリーの件ですけど、今の発症率なんですけれども、発症率は先ほどもちょっと多発のをしているかどうかの質問をさせていただいたんですが、今の状況が多発と言えるかどうか。通常これまで鈴木先生の説明だと、小児甲状腺がんは100万人に1人ぐらいだと。でこれは鈴木先生の説明というよりは、がんの登録数が、19歳までの数字が大体そのぐらいなんですけれども、今回の数字を100万人で当てはめると、平成23年度で294人、24年度で118人という数字になるんですが、これでも要するに多発ではないという、その根拠はですね、やっぱりあまりにもその危機が良くなかったから、じゃあ良くなったから、じゃあ300倍ぐらいになるのかと
ということが言えるのかどうかというのは非常に不思議なんですが、その辺はね、でも僕は言えると思います。というのは、はい、ね、画像を見てもらえば分かると思うんですけども、全然違います。何年も前、もう日進月歩で画像は良くなっているんですが、それから今回のようにもう何回も言いますけども、受験者が非常に多いと、多い。母体が多ければそれだけがんが見つかる確率が多くなると思うんですね。でそういうふうに考えていくと、多発ではないと思います。もう一つ言うと、甲状腺がんだけではなくて、がんはその有病率があるわけで、その有病率を換算したときに、それでもですね、この290人とかですね、100万人当たりの数字を有病率、例えば5年とか10年とかで置き換えても、やっぱりこれまでの数字よりはですね、数倍から数十倍ぐらいになるんですね。で、そういったその統計学的な考察というのは、先ほど鈴木先生はされてないのですけれども、なぜされないのか、で通常はその原因が何かという以前にですね、多く出ているのかどうかを確認した上で、もし数が多いのであれば原因が何かを探るというのが順番だと思うんですけれども、なぜそういう手法を取っていないのか、そういう手法はこれからも検討されないのか。おっしゃる通りで、私は今日から参加したので、はい、ぜひ働きかけておっしゃっていることをですね、きちんと統計学的に誰も納得できるようなデータを見つけて発表すべきだというふうに思います。その部分に関しては不十分だというふうにお考えで。そうですね、もう少しきちっとこれでやっていかなきゃいけないなというふうに思います。今のパネルで言ってだけ清水先生にお伺いしたいんですが、エコー機器の精度が非常に高くなっていると、チェルノブイリに比べてですね、すごい素朴な疑問なんですけど、精度が高くなるっていうのはどういうことかっていうのは、結局小さいものでも見つけられるという趣旨ですね。そうです。でそうなると今見つかっているものっていうのは小さい段階でチェルノブイリよりも早く見つかっているっていう可能性がないんです。あります。そうなんですね。そうすると、ただですね、今こういう状況で子どもたちがたくさん検査するようになったので、こうやるとちっちゃいものが見つかりますけども、実際問題として一般的に言ってですね、小児甲状腺がんというのは見つかった時点で大人よりも進んでることが多いんですよ。大きいです。そういったデータがありますけども、見つかった時のサイズ、それからリンパ節転移の数、それから遠隔転移、肺転移の数、それから甲状腺がんに進展する状況も全部ものが一般的に言って多い、進んでるんです。でも手術すると治る確率は子どもの方が高い。これはなぜかっていうと進行が非常に、ニュートマンというのはですね、大人になって大きくなって年を取って高齢者になるとなるほどリスクファクターがついて、の中に高齢者とか入ってるんですね。逆なんです。他のがんとか若い人がよりも高齢者の方が悪いんです。だから小児甲状腺がんはとてもいいんです。しかし小児甲状腺がんは進行早いということは言えるわけですか。小児の場合ですね、進行が早いということは言えるんですか。進行が早いかどうかはちょっとよく答えられませんけども、見つかった時点、つまりこういうことがある前、子供たちが例えばしこりがあってもですね、まさかがんとは思わないっていうことが多いと思うんですよ。親から子供たちを連れてって検査をする、針を刺すっていうのを、例えば2歳、3歳、5歳っていうのをためらってる人もいるかもしれないです。で見つかった時には比較的もう進んでる状況で見つかるっていうことが原因の一つだと思うんですね。頑張ります。IWGA の岩田と申します。清水先生にお伺いしたいんですけども、鈴木伸一先生の話を聞いていると、チェルノブイリの、潜伏期間が約4年というふうに考えられているということで、現在の状況をバックグラウンドと考えて4年後に、これから3年4年となっていくのを迎えるにあたってというようなお話を少しされていたと思うんですけど、非常にこう説明で不可解な点というのを感じる点をちょっとご意見をお伺いしたいんですけど、まずチェルノブイリの潜伏期間を4年と考えるという点
にあたってこれスクリーニングする機会が良くなっているということは潜伏期間が4年以下であるということも、まあ、覆されるというかそういう考えもあるわけですよね。そこは分からないということでよろしいですよね。でもう一点なんですけども現在環境省の調査で、4500人ぐらいあの青森県、山梨県、長崎県でやっていて、でこの3県で、まあ、その B 判定が44人ということになるんですけども平成23年、まあ、約4万人から、およそ20人出てるということで、あ、12人ですね、悪性疑いということでいうとこの4500人の調査だと1人いるかいないかの調査であってこの、まあ、結節や脳胞を比べるのには多少は意味あるかもしれないんですけどもこの甲状腺がんのその有症検率を比べるというのにはこの母数としてはあまりにも少なすぎる。であと年齢調整を行っていないんですよ。でそういう意味から言うとこれ税金でやっているこの事業としてこの福島県のこのスクリーニングの状況をまあこう精査するための事業として、適切なものであるかどうかというのはちょっと考えにくいんですけども清水先生のお考えを。そうですね、数が少ないんでその中から見つけたこのその何ていうんですかね発症率とかですねそういうのを評価することはできないと思いますけども、でも患者さんのためにどんなじゃあ検査しないといったらまあ、細胞診検査しないといったらその中にがんが1人だと、それは医学的にあまり統計学的には意味がないかもしれないけど患者さんにとっては 100% ですから、そういう意味で僕は検査した方がいいと、それが一つですね。それからまた忘れちゃった最初なんでしたっけ、要はスクリーニングの話ですね。私がいただいたデータはもう来始めて13年になるんですけども、いただいたデータって見ると15歳以下の小児の女性がんは4年、1990年から上がってきてます。でずっと上がってきて、95、6年をピークに下がってきて、でピークというか発症数頻度がですね、で確かに当時の、まあ、25年以上前のエコーの機械で、調べて、ちっちゃいのは見つからなかったかもしれないですね。だから技術も持ってくかったかもしれないんで、3年経ってから、あるいは2年の事故もあったかもしれませんけども、それはデータとしてですね、だから、まあ、あと比較がなかなか先ってできないということもあって、我々の認識としては、すぐに出るんじゃなくて、数年、まあ、3年か4年か経ってから、4年、まあ、データでは4年からですけども、4年からガクッとなってますから、そういうデータで、まあ、それがちゃんとした医学雑誌の論文として出てます。ということは、潜伏期間、まあ、その今現在というか、今まであれですね、その、まあ、この放射線の影響とは考えにくいという理由として、2つ挙げられていた、その潜伏期間が、まずチェルノブイリのケースで4年だったということと、はい、あとはスクリーニングの機会が上がった、はい、その精度が上がったという、はい、まあ、2つの理由が主なものとして話されていたわけですけど、はい、むしろ分からないというのは今現在比較するものがないというのが正確なお話ですよね、はい、ありがとうございます。それとスプリペンの領土環境のことですね、だから数が規模が違うので、これは大きな要素だと思うんですね。2つのこと比較でできないというのは。すいません、あと1点サさんにお聞きしたいんですけども、お聞きしたいというか、3ヶ月に、まあ、一度という形でこの検討委員会開かれているんですけども、また聞くことは清水修司先生がいらっしゃるときにもお聞きしたかったというのがあるんですけども、こういう形で、まあ、今ほとんど先生いらっしゃらなくなってしまって、要は健康管理調査 その状況をこの報告を聞く機会というのは3ヶ月に1回で、しかも限られた時間の中 で質問する時間も限られてていなくなってしまう、また別の機会を作っていただくことはご検討いただけるんでしょうか。こうブリーフィングをする機会ですね。そう、当然県民の皆さんの理解を深めていただくという観点で、必要に応じた対応は取らさせていただきたいと思っております。お願いします。
何とも恐縮です。清水先生多分ご存知だと思いますけれども、県民健康管理調査の甲状腺検査はですね、一次検査の通知決定はですね、当該の本人に対して紙の1枚の通知が来まして、裏側に A1A2B とかそのカテゴリーが書いてありまして、何ミリ以下はこうですと、で表に例えば A1 だったら異常はありませんでしたと、で A2 だったら、まあ、心配がして2年後までとか、そう書いてある1枚が来るだけなんですね。でそれ以上に本人の診断、例えばだから本人にとってはですね、お母さんにとっても自分の子供が左右か右か右甲状腺のどっちかもわからない、どっちに脳があるのかもわからないし、S 判定でもですね、それからエコー写真ももらえない、でその欲しい場合は情報開示請求をしろと言われているんです。それはその通りですね。現在もね、こういうことというのは未だにこう親からもいろんな要望があって、それから先日出た国連人権理事会のアナンド・グローバルさんの報告書にも、容易に本人に対して開示するできるようにアクセスできるようにということが勧告として出されているんですけども、甲状腺の専門医として例えばもうずっとインフォームドコンセント長い歴史が医学の歴史の中にある中で、こういうことが許されるんでしょうか。先生の専門医としてのご見解を、つまり公のその本来やっぱり国がやるべき調査と私は思ってますけども、日の総研のそういうレコメンデーションを出しているようですけども、そういうこういうこう税金を使った調査で、しかも本人の利益を考えたら、ちょっとその医師のモラルという点からも考えて、少し先生のご見解を伺いできると思います。私のところでやっても何もやってるんですけども、親がついてきてどうだったですかって聞かれます。で僕はできる限りのことは、安心できることでしたら話して安心して帰ってもらうと、本人にももちろん言います。言ってもわからない小さい子供から、15歳の時に被爆されちゃうんで、18歳の今の2年経って20歳ぐらいと言いますけども、そういうのには本人に絶対安全なのは大丈夫ですよっていう話をします。そうすると安心して帰られる。ただ一つですね、我々のところも福島から依頼されてやってることなので、こういうふうにやってくださいっていうことが患者さんに言うことと決まって統一されてないと、なかなか後で保険が適所にあるような、いろんなことするのにそれぞれ検査する場所で勝手なことって言いますか、例えばエコーの調べ方もね、ここからここまで調べてどう調べて決まってるんですよ、マニュアルが、ね、マニュアルがその通りやらないと報告できない、きちっとしたら統計が取れないということがあると思うんで、なるべくなるべくですね、できる限り基本の方針にのっとってやります、マニュアルにのっとって。ただそれだけでは満足しないで帰ろうとする、満足しない患者さんもご両親もいらっしゃるんで、そういう時には可能な限り言うようにしてます。おっしゃるようにやっぱりある程度きちっと話して、せっかく東京検査に来てるんで、ある程度のことを話して安心してもらって帰る、あるいは心配なことはちゃんと心配だと言って検査をすべきですよということを、紙じゃなくて現場で知って伝える方が向かいいと思います。エコー写真とか診断書ってコピーとか渡さないってことですか。ただね、エコーはね、やった時が一番わかるんですよ。後の写真ってですね、どこを撮ったかってのわかるんですけども、写真に出ますから、今どこを撮ったっても出ますけども、そのエコー写真を見てなかなかわからないです。僕らが見ても他の病院から患者さんを送られてきてエコーの職員にこうつけられてると、それでも自分でやります。自分で見ないとやっぱりわからないところがあるんです。セカンドオピニオンを求めるのは難しい。難しいです。ただ動画で送ってくれるとよくわかるんですけども、やっぱり動いてるところが見ないとわからないところがある。だからそういう混乱を避けるために、まあエコー写真というのはそう簡単に出さないというのは理解できるんですか。先生、2次がリミットというのを聞いております。他にご質問。はい、清水先生に、その推定の被爆線量との関係というのが甲状腺がんの発症の問題でございますよね。アンスケアでも、ただこの福島の場合は都南先生が数十人、おやりになって、まあ、県が
認められて結局実施が中止になっちゃったっていう話なんですが、ほとんどこう福島の場合はどのぐらいの甲状腺の逼迫線量があるかというのは依然としてわからない状況であるという認識でいいのかですね。要するにその確か100ミリシーベルトが発症の、一つのそういう魅力のあるになるようなことも言われているんですけど、その辺というのはどういうふうに考えてよろしいでしょうか。私は放射線の専門家じゃないんで外科医なので、きちっとした答えは出せませんけども、どなたか敷地っておっしゃってましたけども、これ大事なことで、100ミリシーベルト以上だと放射線が与える影響ってのは大きいと。ただじゃあ90はどうだ、80はどうだ、70はどうだって言われるとなんかとても言えないところなんですよね。つまり被爆以外にリスクファクターってたくさんあるわけですよ。例えばタバコとか肥満とかですね、お酒とか、それは例えば50ミリシーベルト浴びた人が、あるいは40ミリシーベルト浴びた人がタバコをたくさん吸ってたと、でがんになったと、甲状腺がんに、タバコが原因なのか被爆の原因なのかなかなか難しいですよね。だから線量度に関してはここはちょっと低い線量の場合何とも言いません。申し訳ないです。古今ではないですけど、西田と申します。清水先生と、それから佐々木さん両方に伺いたいんですが、まず一つは今も出てましたように国連の人権理事会のグローバーさんの報告書っていうのは、これからこの、健康管理状態についてもかなりいろいろと提言があるわけ、勧告があるわけですが、それについては、ご存知なのか、それからそれをどういうふうに扱っていくのかということを、ちょっとそれぞれ事務局の方と委員の先生両方に伺いたいんですが、私は申し訳ない、その件よく分かりません。澤田さんの方はいかがでしょうか。はい、報告案という段階で現在いろいろと進められているという状況は、中身も仮役の段階で私どもの方は受け止まっております。いずれにしてもやはり県民健康というこの観点がありますので、当然そのに生かせるもの、直さなければならないものがあるとすれば、それは当然ながら対応するというのが基本だと思います。県民健康ってのは、先生もいいですよ。ちょっと待ってください。じゃあ僕は残ります。そうじゃなくて、昨日ですね、国連 NGO のヒューマンライツナウが記者発表して、はい、今日の検討委員会の先生方に資料は全部要請、検視に対する、それから総理大臣に対する要請書とですね、アナンドさんの報告書は全部全員に配られるって聞いた。配られてないんですか。いや、結果として情報提供はさせていただいています。配ってあるんですか、資料の中に入ってます。資料さ配布しようという位置づけではないのですけど、そういうようなことでございます。いや、意味が分かんないです。配布されてない、知らせるというのはこういうのがありましたと報道で言われたんです。紙でこういうのがというか、そういう事実がはご存知ですよね。お二人とも、清水先生もそれから澤田さんも両方とも、国連の人権理事会の報告書ができたっていうのはご存知ですね。国連日本政府に対して韓国として、案ではなくて韓国です。まあ、役分は仮役かもしれないですけど、そうですね、はい、多分私は仮役です。はい、ただその国連から初めてですね、チェルノブイリはもちろんあれなんですが、やっぱり健康管理調査にとって非常に重要な提言になると思うんですけど、で昔以前原子力の規制委員会からも伺いましたけど、はい、非常に重要なのでごめんなさい。きちっと発信ですが、それに対してどういうふうにコメントするかという、これが多分申し入れとかあると思うんですけども、ちゃんと県の健康管理調査として担当としてやっぱり対応していただかないと、ですね、国連 の, その提言も全く生かされないので、そこはちゃんと提言してください。それはその おつもりですよね。はい、昨日ヘマナイツナウの伊藤さんでしたっけ。はい、伊藤さんからもですね、直接ペーパーとしていただいて、私どもも拝見させていただいているところではあります。ですからその内容について先ほど申し上げましたけども、県民健康管理調査の部分で、当然改善が必要というような点があるということについての検討は当然否定はするものではございません。
じゃあそろそろ最初の方に質問させていただいた分回答をよろしいですかね。はい、最初にご質問いただいた県民健康管理調査委員の見直しにあたって弁護士会と報道関係ということでございますが、今回の見直しにあたりまして、報道関係並びに弁護士会さんに再要請はいたしておりません。で今回の見直し、2月の検討委員会で私どもの方で改めて、させていただくということで、ご表明させていただいたわけですが、途中私どもの方での検討のない中でですね、検討委員会の位置づけについては専門的見地からの助言を広くいただく場を継続していきたいというのがまず1点という整理をまずしました。もう一つ、前々からいろんなところで例えば公委員とか学校関係者などを委員にしてはいかがかというようなご指摘ご提案があったというところについて、例えば、私ども福島県庁の中でもその他の委員会協議会等がございます。一つの例として申し上げれば、健康と県民の健康というものを一つの検討材議題として扱っている、健康福島21協議会などの組織においてはですね、公募の委員も教育関係の方もいらっしゃると、それ以外の方もいらっしゃるわけですが、そういうような観点もありますので、県民健康管理調査検討委員会については先ほど申し上げました。